こんにちは、生き物タイムズです。これらの漢字はすべてクラゲと読みます。ゼラチン質の半透明な体を持つクラゲ、傘から触手を伸ばし水中をふわふわバッと驚く巨大エイリアンのようなクラゲもいます。今回お送りするのは世界のデカすぎるクラゲ10選です。それでは早速行ってみましょう。第10位、キロネックス。傘の大きさは40センチ、触手の長さは75センチほどの巨大クラゲ。大きさでも驚きですが、本当にすごいのはクラゲ界最強クラスの毒性。海のスズメバチや殺人クラゲとも呼ばれています。踏んだら最後の海の地雷。第9位、帯クラゲ。傘がなく触手もない帯の形のクラゲ。幅10センチ弱、長さは最長150センチ。泳ぎ方はヘビのように体をくねくね。その美しい姿から英名はヴィーナスズガードル、ヴィーナスの飾り帯。第8位、国会美人クラゲ。傘の大きさは45センチ、触手の長さは30センチほど。150センチものサイズの個体も存在。イギリスではゴミ箱のフタクラゲと呼ばれることも。ゴミ回収はしてません。第7位、パープルストライプドジェリー。成長するにつれその名の通り紫色の縦縞模様になるクラゲ。傘の大きさは70センチ、触手の長さは20メートル。ボディガード役のカニと共生、クラゲ界のビップ。第6位、指足クラゲ。2003年に発見されたばかりの深海クラゲ。傘の大きさは75センチで、糸状の触手はなし。肉厚で短い腕のような口腕を4から7本持ちます。個体が少ししか発見されておらず謎だらけ。でかいことだけ渡した。第5位、ブラックシーネットル。傘の大きさが1メートル、触手の長さが6メートルほどにもなる巨大クラゲ。赤みがかった体と白く伸びた触手の美しさで水族館の人気者。毒性がありも示唆されたら40分以上の激痛。美しいものには毒がある。第4位、ダイオウクラゲ。直径1メートルにもなる大きな傘を持ち、そこから長さ6から9メートルにも及ぶ口腕と呼ばれる4本の触手が生えています。水深2000メートルほどの深海で生息している謎大きくらげ、大王というよりも。第3位、ピンクニーに。ピンク色のカーテンのように美しいクラゲ。傘の大きさは90センチほどですが、触手の長さは20メートル超。2000年にメキシコ湾で発見された新種のクラゲで他のクラゲを捕食。型破りなピンクの悪魔。第2位、越前クラゲ。発見者の名前にちなんで、海外では野村クラゲ。傘の大きさは180センチ、触手の長さも180センチとビッグサイズ。しかし、驚くべきはその重量。平均重量は180キロと力士もびっくりの超重量級。クラゲ界の横綱。第1位、ライオンたてがみクラゲ。別格のデカさ。傘の大きさは2メートルを超え、触手の長さは驚愕の36メートル。これは日光東照宮の五重塔の高さと同じです。泳ぎが苦手なライオンたてがみは波任せの気ままな生活。まさに百クラゲの王。世界のデカすぎるクラゲ10選、いかがだったでしょうか。クラゲの漢字は、海中をゆらゆらと漂う姿が海の中に月があるように見えるからクラゲとされています。風流な表現ですが、デカすぎると月には見えませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。気になった内容はありましたか？他に知ってることなどあれば、ぜひコメントでお聞かせくださいね。皆さんのいいね、チャンネル登録もお待ちしています。それでは、またお会いしましょう。さようなら。